カジルスタンにあるコンデンサーは破壊され、裂け目にはもはやアクセスできない。今や我が国だけがインフラワールドにアクセスできる。これにより新たな戦略及び軍事的視野が広がるだろう。我々は軍事利用が可能なエネルギーを発見するための新しいプログラムを発足させる。すでに兵士と霊体のリンクに成功したが、これは始まりに過ぎない。これは宇宙開発や核戦力の開発よりも重要だ。我々は必ず新世界を発見し、そしてその世界を獲得する。今我が国の新たな時代が始まろうとしている。ペンタゴンの幹部にうんざりか。世界を征服する計画に夢中みたいだったから勝手に出てきちゃった。俺たちも片棒を担いだんだ。正しいことをした。第三次世界大戦なんてあっちゃいけない。これからどうする？わかんない。考える時間が欲しいの。何をしたいのか。あなたはどうするの？ CIA が全て用意してくれた。大型の高級車にゴルフミーティング。まだ返事はしてないけど考えてみるよ。なあジョディ、俺たちはお互いいろいろあった。俺も間違いを犯してきた。でももう一度やり直して一緒に歩んでいかないか。俺たち大変なことを乗り越えてきただろう。でもエイデンは。すぐになれる。彼もそのうち俺になれるさ。それに彼も俺も君を大事に思ってる。心の準備が少し時間をちょうだい。ごめんライアン。わかった。でも覚えていてほしい。いつでも力になるよ。ああ、そこにいたか。レイさん探してたぞ。ほら、オフィスに行こう。またな、ライアン。ああ、そうそう。俺のオフィスにいいシングルボルトがあるんだよ。後でどうだ？いや、俺はその…おい、随分釣れないじゃないか。いい酒だぞ。後で迎えに行く。オーケー。こっちだ、ジョディ。辛い決断ってのもあるもんだ。これでよかったのかな。気持ちに正直なら正しい決断ができるさ。
ブラックサンと呼んでる。世界最強のコンデンサーだ。周囲にインフラワールドを展開してる。研究しやすいようにね。中に入った人はいるの？中に入れば死ぬだろう。悪夢以外の何者でもない。ほら、行こう。よし、着いたぞ。終わったら迎えに来るよ。OK。レイさんの言葉には気をつけろ。ジョーディ、元気そうでよかった。私は役目を果たした。次は CIA の番。CIA のことは心配するな。君はもう存在しない。君はエリザベス・ノースだ。新しい ID と人生。50万ドル用意した。これまでの見返りだ。再出発には十分だろう。再出発するのに昔を思い出させるものはいらないよ。行く前に一つ頼みがあるんだ。妻と娘が15年前のあの事故で死んだ時、私も死のうと思った。泣き続け、言い聞かせ、死ななければならなかった理由を探した。なぜだ。二度と抱きしめることもできない。まるで一生治らない傷だ。だが君が現れた。そして知った。二人が死んだ後もずっとそばにいたことを。ただ見えなかっただけだ。政府はインフラワールドの研究を全面的に支援した。政府は軍事用途を求めていて、私は家族に会う方法を探していた。何年もかかったが、ついにこれを作ることに成功した。いや、元気だったかい、エレン。私はインフラワールドの魂と交信するためのコンデンサーを作っているんだよ。死者との会話だ、ジョディ。
娘と話したいんだ。声を聞いて私のことを伝えたい。私の研究が完成するまでそれができるのは君だけなんだ。ネイさん、二人は死んだの？インフラワールドにいるの呼び戻すことなんてできない。ごめん、私にはできない。最後に声を聞いてからもう15年になる。君という少女を通じて以来だ。ジョディ、どうか頼む。ジョディ、私のために手を貸して。とても苦しいの。お願い、行かせて。私たちを死なせて。お前、嘘だ。ヘレンじゃない。今のはお前だ。あなたが引き止めてるの。二人は二つの世界の狭間で苦しいの。そんなわけはない。嘘をつくな。二人とも私といたいはずだ。一緒にいることを望んでる。二人は苦しんでる、レイさん。愛しているなら、本当に二人を愛しているのなら、二人を行かせてあげて、死はごまかせない。ごまかせないだと？死など無意味だ。いいか、無意味だ。